さあこんにちは、コークです。さあ本日もバトスターやっていきましょうということで、まずはアバターカードで、ドラゴンさんプレゼンツ使っていきます。仮面の人造人間、ヤムちゃんで、魔人シュルム、ラグス、貫通とはで、最後にテーマさん推しシークレットミラー使ってきます。アプリに2でいきます。さあよろしくお願いいたしますと。ホワイトデッキは、暴走ミラーいますね。戦士の絆かな、ベジタエリートで、孫悟空がいっぱいと、悟空ゼノもいますね。 HP2 万1000、アプリはファインになると、今回もね、天馬さんのミラー、そしてドラゴンさんプレゼンツコラボでいこうと思いますというデッキですね。OK、お一緒か同じかもしかして、いいっすね同じミラじゃない、まさかの、そんな使ってる人いないと思って使ってるのに、使ってくれる方が増えているという嬉しいことですね。 OK、 OK OK、 サポーターに下げてくれたのはラッキー。これで、シュルム貫通のミラーも貫通と、で倍増が両方ついてるんでね、でラガスも必殺技出てるんで OK。 先行は取れなかったかな、あクイックで負けましたね。まあいいでしょう。OK、 さあ行きましょう。危ねえ、チャージがやっぱきついな。ちょっとチャージ頑張ろう、真面目にちょっと頑張ろう。ああやっぱこれですね、同じですね、いいですね。ちょっとこっちも行きましょう。OK、 パーフェクトテクト OK。 でこれラグス負けるか、ラグスだったら必殺で打てるだけなんで、気絶させるのもありっちゃありか。 OK、 気絶させます、うん、あここでミラクルは美味しい。でシュルムがどっちに入るかっすね。もうこれミラ対決面白いですね、いいんじゃないでしょうか。 OK、 気絶したと。シュルムが、ああそっちに入ると OK、 行きましょう。これ負けとくか、1回ぐらい負けといたらいいですね。 OK、 いいでしょう。さあなんでそっち入るねんと、絵的なこと考えて運営さあ行きましょう。 OK、 運営ちょっと考えようよ。お互いミラ対決ということで OK、 求めて落ちます。相手のミラはこう分かってるんで、こっちのミラは攻撃してくれなかったですね、ミラにOK、 パワーアップか、はいはい、OKOK、 倍増もついてきたと。 OK、 よし、送信。
ショータイムといきますか。さあということで、2ラウンドですね。2ラウンドエンプラタイム入りましょう。やっぱこのミラは活躍しないかもしれないけど、ミラ入れていくとなんか勝ちやすいですね。まあ私的都市伝説。まあこれもいいっす。ただ先行、こっちは先行のはずなんで。OK。OK。せっかくなんで未来にしますか。OK。お、まさかのフェイクも取られてた。危ねえな。お、チェンジアスかっこいいですね。どれがチェンジアス？あ、これチェンジアス。これの追加効果はよくわかんないですね。古いカードは私もわかんないんで。OK。おお、極カメもあると。次結構ありますね。あれ、セントロク制限かな、あの、孫悟空前の。こいつ。違うかな、あ、違うな。確かフリーズだったな、セントロク制限持ってんの。ああ、強いですね、やっぱり。極カメとか食らってくると。さあ行きましょう。必殺技はとりあえず打てないと。OK。危ねえ。なんでパーフェクトじゃねえんだよ。さあヒーロー。 OK。 ああミラクル出ていくと。 OK。 ちょっと真面目にミラクルちょっと真面目にやるとか言った。ああ、チャージが失敗しましたね。お、最速はまあとりあえず勝ったと。 OK。さあ BS、 ここは連携じゃないんで。お、ナイス、いいとこ入った。フリーズ気絶しなくても OK。 あ、忘れてた、パワーカード1位してたからいいんだ、別に食らっても。いいとこじゃねえよ全然。OK。 ここで相手が決めきんなければもうこっち勝利ということですね。上手。追撃は？ああ、スーパーエナジー。ラウンド数かける 30% って結構でかいんだよ。あ、結構でかいっすね。これ3ラウンド打たれたらだいぶやべえな。あ、まだあると。まあ、9000は減らないと思うんで。お、あ、これ、アニバ悟空か？まさかね。全然見てなかった。アニバ悟空だった？あ、だからか、戦闘力負けたの。なるほどね。全然見てなかった。ミラばっかり収集してて。ああ、そうですね、アニバっすね、アニバ悟空ですね。さあ行きましょう。後攻めのエンペラータイム。
さあ最後パーフェクトで決めていくと、さあ今回は、今回はって今回もテーマさん推し、いつもね YouTube コメントありがとうございます。ミラー使ってきます。そして使っていきました。そしてドラゴンさんプレゼンツの仮面の人造人間、いつも私がお世話になっているお二方のコラボをさせていただきました。さあ復活がなければエンペラータイム終了と。OK ということで最後までご視聴ありがとうございました。 BM5 段、皆さんもね頑張ってやっていきましょう。よろしくお願いします。カオクでした。